その1。勝手に閉めるわ。気がもう直撃しとるで。暗っ電気つけるわ。電気つけ、昼間から電気つけなあかんねん。しおちゃん、火に弱いんだよ。多分。ついモンスター、モンスターマスターでもよかったかな。あー、まあ、つばぜりはないからね、モンスターマスターならね。それがいいとこだからね。だから逆を返して、つばぜりできないっていうのは、敵の攻撃を受け続けることになるからね。そうそうそう。じゃあ2人でやろう。2人で魔王を倒そうか。よくある企画だよ、よくある企画。2人で遊ぼう。今日はしおちゃんという友達がおるからな。2人で楽しく遊べる。あれ、リモコン1つ。1つしかないもん。1つしかないやん。プラス押して。はい。お、うん、これで C を選んでもらえるよ。よっしゃ、何出ても勝てる、何出ても勝てるな。お、だって三宝と配信者でしょ。あ、任せい。ガチ勢の三宝とガチ勢のもうティラシやればいけるでしょ。ガチ勢の三宝あれ、これミルドラスコースじゃないの。ミルドラス再びっすか。あ、これ合体モンスターだよ。もあ、サンボーだ。お、お、しおちゃんだ。しおちゃん、あ、しおちゃん、アローラの姿。アローラの姿、しおちゃんじゃん。どうしたの、どうしたの、しおちゃん、こんなところで。鬼コンボはしおちゃんじゃないんだけどな。あ、じゃあ何し買おうかな。し買おうかなって言っちゃった。携帯取ってこよう、ちょっと待って。携帯取ってきますよ、こういう場でしかあいつ出してやんねえから、やれねえから。マスターダブルスキャンチャーン。よし、オッケー、これでいくわ。耐久力は期待すんなよ。俺らみんな死ぬからすぐに、結構、うん、じゃあ俺らこれでHP 少ねえなー。まあでもこんなもんか。オッケー、俺どうしようかな。任せるわ。どうしよう。何の職業でもどんなモンスター使ってみるよ。お、いいね、魔物軍団で行く。42ページあるからね。めっちゃあるね。あの、セレクション違い、コレクション違いなんだよ。コレクション違いも全部カウントされてるから、それで格闘パーツが5枚とかになってんだよね。だからコレクション違い。ボストロール使うの？意外。マスターダブルスキャンチャンス。知ってるならいいよ。マスターダブルスキャンさんを知ってんの？知ってんの？知ってんの君は。脳内で覚えてんの、ちゃんと マスターダブルスキャンができるものを。え、嘘でしょ、しおちゃん。ボストロールマスターダブルスキャンできるやつも確かに限られてきてるけど、限られてはいるけど、知ってんの。知らん。お前なんでマスターダブルスキャンしようとしたの。かっこいいからみたいなやめようよ。別にいいよ、できなくたっていいんだよ、別にもう。あれね、できなくて攻めないよ、俺は。いいよ、できるならやっていいけど。どう？何がしたいかによる。ボストロールをどういう風に強化したいのかやな。命中。命中？はあ、そういうことね。命中上げるやつ結構限られてるよ。マスタードスキャンの命中上げるやつだいぶ限られてるよ。だっけなと思って。どうした？君が見てるそのタホドラキ、あながち間違いではなかったなと思ってさ。命中率 20% アップにね、ドラキーマはいるんだよ。確かにプラチナコレクションに。マイナス押して。マイナス？マイナス押して戻らな。ドラキーマを見な。あ、プラスか。プラス押して。
ドラキーもおるやん。プラチナコレクションのドラキー今。白いやつ。これ？左。左。それ。これか。うん、あのね、それが、回避率 13%、命中率 20% アップのマスターダブルスキャンです。あのね、一つ言っていい？お前すげえなぁ。そんな、そんな、てか、マスターダブルスキャン命中率上げれるっていうのをさ、知ってる人が少ないよ、そもそも。そうな。うん。うん。お前さすがやってんな、お前やっぱやってんな。お前やっぱやってんな、3本。さすが3本エッチ。どうしよう。スルーされた。ここでいい。スルーされたんで。ね、ボス、てかボストロールを入れた瞬間に若干クソパとかすねんけどな、いろいろと詰め込もうか、これにゃんにゃん、どうしたこれこいつにゃん、猫魔道ちゃんやね、そいつは。そいつはマスターダブルスキャンしたんとほぼいる意味ないぞ。こいつはマスターダブルスキャンありきやぞ。猫魔道なんて火力、火力が出ない。昇降効果じゃ火力が噛み合わない。力が合わんだもんだって、獣は。マスターダブルスキャンは知ってればいいよ。賢さ上げるマスターダブルスキャンあります、いっぱいいっぱいあります。まあ、よし、やったら多すぎる。まあね、その分でも賢さ上げるやつはいっぱいあるよ。こいつだったっけ、こいつだった覚えが。え、プラチナサイズ違うか。え、しおちゃん正解です。嘘なんでし、ちょっと待って待って、おかしいって。え、読んでないでしょ。え、しおちゃん、残念なお知らせがあります。はい。不正解です。まあいいけど。回避率13です、それは。賢さね、残念。いや、びっくりした。どれだったっけな、あれ、ね、ドラキーとか。え、ねノーマルのアークデーモンとか、アンクルホーン、呪文系モンスターが結構多いのよ。なるほど。で、賢さだけを上げるっていうのもあるんよ、一応。それが、ノーマルのドラキー。え、なんで合ってんのお前。ねえ、なんでさ、知ってんすかね。あ、ロットサイレスだわ。賢さ上げる。あ、惜しい。惜しいね。お前、あんさん何もやん。あんさん何もところで。おっと。落とさないでください、前、マウスを。じゃあよろしくお願いします。だいぶかかったけど。お前すごいわ。お前そこまで覚えてんのがすげえわ。よっしゃ、行くぜ。じゃあどうするかな。迷ったから、迷ってたからもう押した。俺勝手にまず決めさせちゃったもん。ほら行くぜ、開幕一発。おぉ。行くぜ。いいねー。まあ、まずはうちのチームはね、もうバチコイ先生取ってきますよ。弱点取れる。ああ、まあまあ、こんなもんか。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。はいはい、まあまあ、バチコイ先生するよ、まずは。いいね、鬼コンボボッコボコよ。てか敵が鬼コンボってこと忘れてたわ。うん。さあ。そっちか。まあ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 、でも当てろ。しっかり当てる。うん、当てる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 。命中率上げたしね。20% アップしてるからね。まあ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 、メラミでも。猫魔道とはまた変わったモンスターやな。変わったモンスターできたな。俺知らねえモンスターだわ。猫魔道あんま知らねえモンスターだわ。まあ、弱点ぐらい知ってるけどさ。うん。うお!1300 でんねや、あいつ。あいつ1300でんねや。すげえな、1300でんねや。ああああああ、猫玉ほどだ。猫魔道がボッコボコにされてる、やっぱり。回避率は、おかしいな、回避率を上げたんだけどね、君は。君は回避率を上げたんだけどね。むしろ君は回避率を上げたのに避けないね。いけいけいけ。いいね。2ターン切る、難しいな、ボストンが。君のボストンが組めるかどうかで、2ターンを切れば微妙な。まあ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 、アルミネちゃん、しっかりいい子よ。ボストンが当てれば2ターン切る可能かな。うわ、余計わー、ラッキーラッキー。これ2ターンキルいけるな。なんか怖いんだけど。なんかここからさ、2ターン、大丈夫だ。ここからなんかさ、通行2連とかで終わるから。はい、来たぞ、杉やんで噛みついて終わりでーす。
お疲れー。オッケー、二段切る。敵はそう、鬼、って、鬼コンボ、早いや、もう退場早い、早い。ああ。君の象徴。君がなんかやたらと好きな合体モンスター。俺、こいつ強いと思ったことないもん。でもね、ライブ初めては終わった。あいつは強えわ。あいつは強かったわ。そういうのよ、そういうの。俺らきついわ。打撃ばっかだもん。俺ら打撃ばっかだからきついな。会心出す知らねえな。あ、もうきついね。やばいやばい。大丈夫大丈夫。スカートめくって買ったから。俺たちスカートめくって買ったから大丈夫や。一旦目ちょっとスペシャルカードさせて。一旦目こいつの攻撃は分かってる。ただ、一発は絶対食らうよ。その代わり一発は食らう。一発は確実に防げる。そういうタイプ。何が怖いってさ、帝王の怒りだもん。帝王の怒りは防ぐ、絶対。じゃあ、まずはスペシャルカードで、悠長の、悠長マント。あ、間違えた。勇気だけ気をつけてもらって、悠長マントして、ただなぁ、できれば3ターン目、無理やなぁ、3ターン目までにこんな削りきれんよなぁ。よし、いいよ。3ターン目まで削りきるのは難しいなぁ、これ。凍てつく稼働が来ないことを祈るしかねえな、どっかで。打撃に強いしな、お前もなぁ。まあまあ、しっかり当ててけ、やっててけ。これよ、これを防がなあかんわけよ、風のマントで。そうしないと俺たちのほらね、もうほらなのほら。ボスの方は1100ぐるぐる食らうで、これ。打撃弱点だから、お前。それがあるから。これは防いどかんと。ね。だからボストロールだけ打撃に弱いからね。それ狙われるよ。そっちのチーム、ネコマドウとボストロール打撃に弱いから。うん。Sタッグちゃんとやってきてるからね。これで当ててほしいね。これ当てるとでかいよ。オッケー、よいしょ。オッケー、いいよ。猫はどっち出てもまあ、出るかな、そこそこ。いけ、猫。猫パーティー突如して現れたボストロール何何もやあいつ。勇気が次のターンほとんど溜めやんほうがいいね。削りきれんもんだって、これじゃ。次のターンは普通に入力してもらったらいいで。あ、いいね。マヘドはいい。ラッキー。まだラッキー。こっちの方がいい。絶対こっちの方がいい。帝王の一撃で、多分ボストロールめっちゃ持ってかれるから。まあ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 。オッケーオッケー。普通に行こう。仮に当たったらもういけると思う。それが当たったら削り切れると思う。溜めずに、もうこっから溜めずに行こうか。微妙なとこだけどな、勇気も見る。いけはか、溜めていいな。うん、溜めていい。まだ溜めていい。これやったら。凍てつカードラッキーやな。怒りの代わりに打ってくれた。だから次の攻撃は地獄の効果か、マヘド。どっち来てもまあ耐える。まだ溜めていいよ。オッケー。打ち出すか。2つ出した。あえて2つ。どっちも大丈夫。耐える。で、ボストロールが次、通行に当てたなら、溜めて、もう、とどめで勝てる。うん。今当たると思う。お多分たまらん、これでは。ね。で、通行に当てて、溜まればもう終わる。さあ、どうだまあ、そりゃそうだわ。そういうもんだわ。次のターンにね、普通にもう、溜まって、次の攻撃を耐えることができれば勝ち。微妙だなこれな。ちょっと微妙だな。オッケー、ナイスナイス、いいよ。3ターン見てつくないからね、でも。うわ、やばい、地獄の効果や、ほら。避けろ、誰か避けろ。オッケー、ピエールが避けてる。1800あれば耐えた、勝ちだわ、もう勝てる、勝てる。大丈夫。これ勝てる。いけすぎやん。いいよいいよ。メラミを捕らえた。オッケー。
もうしなくていいんだよもうやらなくていいんだけどね、なぎ払うで普通によかった。おーいいいんだよそういうサービス陣。ボストロー見てもしょうがねえんだよ。しおちゃんのパンツにしてくれよ、そうやったら顔が顔が面白い。こっち見んなよ、いちいちこっち見んだよお前。あー待って、やばい、よっしゃ、あぶねあぶねえ、あぶなボストロールほんと怖えわ。よっしゃ任せい、エスタークだろ、出すもん決まってんだろ。エスタークに出して出すもんなんてね、決まってんだよ。エスタークだよ。いや、俺たち、俺たちのエスターク。俺のエスタークを見ろよ。いや、言い方い。俺のエスターク。おぉ。眠れる力を解き放ったよ。行け、おら。行け、エスタークの力。剣飛んできたやった、勝った。意外とすごいんだけどね、新エスタークやで。意外とすごいことしてんな。やった、スカウトめくりのやつに勝ったなんでボストロイでも勝ったのよ。ボストロイでも勝てへんはずやけどな、そんなに勝てるもんだな、意外とな。イエーイ猫窓めっちゃ喜んでんじゃんステップすげえじゃん、超ステップ踏んでんじゃんあいつ